はい、どうもジンさんです。今回は公式 Q&A にて明かされた内容をもとにロリとメノリについて解説していこうと思います。皆様この二人のアランカについて覚えているでしょうか？なんとなく見たことあるって人が多いかもしれませんが、ご安心ください。この二人がどんなアランカルなのか、原作で語られなかった最終章のその後など公式 Q&A 以外の情報も詳しく解説していくので、ぜひ最後までご覧ください。それじゃあ早速やっていきましょう。ではまず早速公開された公式 Q&A について触れていきましょう。ロリメノリの解説はその後にしていこうと思います。質問。31巻でグリムジョーがロリの足を肉ごと折ろうとした時にロリがやめてくれたらほら今度内緒でさと言ってますが、続きは何と言おうとしたのでしょうか、という質問に対して回答。やらせてあげるからです。切羽詰まって出てくるセリフがそれというのがロリのキャラクター性ということでした。いかがでしょうか。これは原作31巻273話、織姫をいじめるロリとメノリはイチゴと戦うため治療できる織姫をさらいに来たグリムジョーに襲われてしまい、片足をもぎ取られる結構グロいシーンなのですが、その時ロリはやめてくれたら自身の体を差し出そうとしたというわけでした。多分そういう解釈でいいよね。この公式 Q&A、 一見するとこのシーンが保管されてかつロリのキャラクター性が判明しただけのように思えますが、実はこの公式回答から見えてくるロリとメノリの役割やアイゼンの女性の趣味まで考察することができるわけです。どういうことか、というわけでまずは順番にロリとメノリについての情報をおさらいしていきましょう。ロリ・アイバーンとメノリ・マリア、これが二人のフルネームになりますが、まずはロリから見ていきましょう。ロリ・アイバーン、身長155センチ、体重42キロ、アランカルナンバーが33、自称アイゼンの側近を名乗り、織姫がラスノーチェスへ来た際はアイゼンの元へ案内したりなど次女のような役割を見せていました。ロリの性格は感情的で嫉妬深く陰湿で残忍であり、好きなものはとことん好きな代わりに嫌いな対象には容赦ないメンヘラのような気質を備えています。そういった性格からアイゼンよりプリンセッサとして特別扱いされる織姫に対し暴行や嫌がらせをしていました。いけませんね。その後織姫に用があったグリムジョーにボコボコにされてしまうのですが、直後に織姫の蒼天騎瞬によって治療され、またセロによって体が吹き飛んだはずのメノリですら元通りに回復させた織姫の能力を目の当たりにしておじけづき、以降は織姫を化け物として恐れ、それと同時に織姫に助けられたことでショックを受け絶望しました。その後アイゼンが織姫を用済みと宣言したことを機に織姫に全てを奪われたと逆恨みしたロリは再び織姫に対し暴行を働きますが、突如現れたヤミーにメノリもろともボコボコにされ出番は終了。実は単行本のおまけページにて石田の弓矢で塔の壁にスカートごと刺さってぶら下がっている姿が描かれており、ヤミーは死んだと思っていたようですが実は無事だったことがすぐ判明していました。アニメでは再び織姫に治療されており散々な目にあったロリだったのでした。続く最終章千年決戦編ではエコムンド・ヤークトアルメイと交戦しキリゲに返り討ちに会う様が描かれていました。この時アイゼン様の側近と名乗っていることからまだロリはアイゼンのことを慕っている様子が伺えますね。以降出番はありませんでしたが、小説キャントフィア・ユア・オン・ワールドでその後が描かれており、キルゲとの戦いで死にかけていたところを発見された2人はラスノーチェスへ運ばれており、そこでなし崩しに対クインシーの戦力としてルドボーン率いるエクセキアスの一員として率いられたそうですが、我が強い2人はルドボーンの言うことを聞かず足並みが揃わない様にルドボーンはため息を漏らしていました。そんなロリのレセレクションはドクセ、エスコロペンドラ、解放前はダガー状の残白刀であり露出の多い衣服のどこに隠しているのかは不明。ヤニーもキリゲの部下もこれを指摘していることからもはやロリのアイデンティティと言ってもいいかもしれません。皆さんは彼女がどこに隠しているか見当つきますでしょうか。僕は見当もつきません。そして解放後は胴体や頭にムカデの足のような装甲が形成され、両腕が無数の刃を持つ巨大なムカデの胴体のような形状に変わり、触れたものを溶かす猛毒を発する能力を持ちます。ロリのレセレクションの一部を食ったザ・グラタンのリルイは無駄に華麗そうですが特にエロい意味はないと思います。さて続いてはメノリ・マリア、身長160センチ、体重49キロ、アランカルナンバー34。ロリに比べ冷静な性格をしており、また寂しがり屋でもある彼女はロリと行動を共にしており、ロリを悲しませる織姫をよく思っていませんでした。織姫に対する暴行はロリが主体となっていますが、まあほぼ同罪でしょう。そしてグリム城に体を吹き飛ばされ織姫に治療されるのですが、一度死を経験したメノリはこの一件で織姫に関わることに
懲りた様子でした。その後再び織姫に暴行しようとしている最中に乱入してきたヤミーに服毒されてしまいました。アニメではここら辺が顕著に描かれており、ロリに対して暴行を止めるよう説得する様子が明確に描かれたりしていましたね。続く最終章千年決戦編では初めて残白刀を見せましたが、解放する間もなくキルゲに折られてしまい、あっけなく倒されてしまいました。小説でもロリが主体となり、メドリの残白刀は不明のままでした。活躍は少ないものの、ロリメドリというコンビがあるから互いにキャラが立っていると思っているので、いらないキャラではないと思います。以上が2人の解説となるわけですが、いかがでしょうか。そしてここからは公式 Q&A で明らかになったロリの性格と原作で見せた2人に関する描写から、2人の役割とアイゼンの好みについて考察していきたいと思います。さて、二人の役割についてですが、そんな大層な考察でもありません。ほとんどの人が思っている通り、おそらく二人はアイゼンに仕える次女のような役割を持つアランカルではないでしょうか。また、公式 Q&A で判明したロリのキャラクター性から、もしかしたらアイゼンのそういったお世話も役割の一つとしてあったのかもしれません。ロリメノリを襲ったヤミーからも、メス犬どもという発言がありました。ヤミーの言葉遣いは荒いので、深い意味はなく揶揄しただけかもしれませんが、逆に二人の役割がそういうものであったから、メス犬と最低な別称を吐いたのかもしれませんね。他にも二人に直接関係はありませんが、捕らえた織姫に関する会話をしているノギトラとウルキョーラ、その二人の会話の中でもどの辺までしつけたゲスがという、そういったことを匂わせるようなシーンもありましたし、ロリのレセレクションエスコロペンドラの字にもショーという字が含まれていますから、やはり可能性は高いのではないでしょうか。ウェコムンドという殺風景な砂の地においてそういったある種刺激のようなものが必要だったのかもしれませんよね。アイゼンの格が落ちてしまいかねない考察ではありますが、これらの要因からロリとメノリに次女としての役割、そしてそういった世話もするような役割があったとするならば、同時にアイゼンの女性に対する好みも浮かび上がってきますよね。ロリとメノリはどこか幼さを感じる可愛らしい容姿をしており、スタイルもハリベルやネイリエルなどと比べると比較的控えめなスタイルと言えるでしょう。きっと女性アランからも多く存在したでしょうから、選択の余地はあったと思います。その中でも幼い容姿をしている2人を次女に選んでいたとしたら、それすなわちアイゼンの好みの現れであり、謎多きアイゼンの一端を知れるような気がしてきます。ここで一つ、そういえばアイゼンが御殿にいた頃、ひなもりもまた幼い容姿をしていましたね。以前二人の関係について公式 Q&A を交えながら考察した動画を上げました。そこで言い忘れていましたが、アイゼンはひなもりを抱きしめた際に少し痩せたねと声をかけています。これも怪しい描写の一つですよね。以上どれもこれも含めて考えていきますと、アイゼンの女性の好みというのはランギクやハリベルのような大人な女性ではなく、ひなもりやロリなどのようなちょっと幼く可愛らしいような、そんな女性がタイプなのかもしれません。要するにロリコン、まあそんなこんなでいろいろ公式 Q&A を交えながら話していきましたが、全部僕の考察というか妄想というか、ちょっと冗談を交えたものになっているので、真に受けないで参考程度に考えていただければと思います。ロリとメドリの動画なのにアイゼンが強烈すぎてアイゼンの動画みたいになってしまいましたが、これらの考察に関して皆様の意見ありましたら、ぜひコメントから教えてください。以上ロリとメドリでした。動画の内容いかがだったでしょうか。ちなみに考察以外でもロリとメノリどっちが好きかも教えてほしいかもしれません。おそらくロリの方が人気なのかもしれませんが、メノリも魅力的ですよね。ちなみに僕はヨリイチさんです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価お待ちしております。